はい、皆さんここにあるこの美味しそうなカットフルーツ、ぶどうミックス、シャインマスカットとかですね、青山さん、青山お岡山県さんの美味しそうなこのぶどうとマスカットなんですけど、あの先ほどあのと言いますか、あの放送第2回の放送内でちょっとまあ、切り替え時間の時にオレンジゼリーと迷っていた品物なんですね、はい、本当は食べたいんです。本当は食べたいし愛着もあります。すごく好きだなって思うんですけど、ちょっと話によると私は食べれないということなので、愛着はあるんです、誰よりも愛情はあるんですけど食べれないということなので、こちら私のマネージャーさんに今日もありがとうございますと、いつもありがとうございますと、テストが終わりましたよということと、夏休みが始まりますということの意味も込めて渡したいと思います。ぜひ美味しく食べてくださいいつもありがとうございます。はい、以上、以上です